ちょっとバリオニクス一回出すわ。で、雪袋をちょっと連れてきます。はい。お前何考えてんだって話なんだけど、ちょっとね、ちょっと思うところがあるんで、ああ、まあまあまあ見てろって。まあ見てろって。ちょっと待って。今んとこ体力が300いくつか。よし。こっち来ないっすか。アノマカリスさん。アノマカリスさん、ちょっとこっち来ないっすか。てか、あれだね、なんかさ、普通のなんかパンチじゃなくてさ、なんか波紋が出てる時あるよね、波紋。ほら、このブオーンってやつ。この時がすげえ強力なパンチ攻撃だと思うんだよ。すっげえあれだな。すーげえなんか柱に憎しみ持ってんな、こいつ。全然出てこねえじゃん。頼むぜ、お前。命の黒煙迫ってんだから、早くしてくれ、お前。来ない？あー、来た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 、ようやく来た。ようやく来た。ちなみに、ここでバリオニクスでスタンさせてうんぬんってやつではないっす。はい。頼む、来てくれよ、このまま。このまま来てくれ。陸まで来てくれ、陸まで。頼む、ここまで来い。で、陸っていうか、まあ、陸近くまで来てくれ。頼む、頼む、頼む。よし。オッケー、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 オッケー。で、ここでバリオ、ここでバリ。違うんだよ。違うんだよ。そうじゃねえんだよ。そうじゃねえんだよ。俺が思い描いてた未来はそうじゃねえんだよ。おお、来てる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 。ん？どこ行った？あ、またかーい、お前。来た。よし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 。頼む頼む頼む。ちょっと来てくれ。ダメ。うわあ、びっくりした。頼むぜ、頼むぜ、頼むぜ、頼むぜ。いやー、なんか思ったほど大掛かりなテーマになってるな、これ。いや、でも久しぶりだから、いいぞ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 。くー、ダメか。ダメ。俺が今何考えてるかっていうと、アノマルカリスをこの辺りで止めるじゃん。そして雪袋のあの回復の範囲に入れて回復させちまおうぜっていう腹なんだけど、できないっすかそれ。あー、闘志はやまず、必ず柱はぶち壊すっていう強い意志を持ってる。あ、でもなんか結構体力回復してるな。だから、雪袋ちゃんのあの回復がパコーンって一個はまれば、それでもうテイムがいける。テイムまでこぎつけられるはず。回復が確認できたら、あとはもうあれ、ちょっと別のやつに乗り換えて、それで、あれ、追いかければいいわ。いけー！ダメか。とりあえずさ、万が一、ちょっと逃げられてしまってもいいように、恐竜門ちょっと持ってこよう。スタック用の。恐竜門持ってくるわ。いや、なんか、こんな時もあろうかと思って、作り置きしといてよかったわ。こんなこともあろうかと思って。よかったよ、作り置きしといて。この高さだったらまだワンチャンあるか。で、コート。で、こう、これならなんとかなるか。で、こうで、こうで、で、アノマルカリスが入ったら、アノマルカリスがこの中入ったら、ここ閉じる、こうやって閉じるみたいな。それでいけねえかな。ちょっとやってみるか。よし。いや、なんか乗りながら撃てるのってこんな便利なんだなって最近ちょっと思ってきた。で、どうせこいつ、あれだろ、怒りの千本好きやるだろ、ここに。あれ？あれ？千本ノック？いや、まずいぞ。そっち行っちゃまずいって。そこに千本ノックされたら困るよ。
そこに千本ノックされたらマジで困る。来てる、よし。さすがにそこに千本ノックされたら困る。何が困るって、多分無抵抗にするの間に合わなくなると思う。入ってこない、入ってこない。なんか拠点の周りうろつくようになっちゃったな。ちょっと待って、どうかねこれ気絶地。あーでもだいぶ、あーでも体力の回復とかだいぶいいぞ。待った、これいけるかな。雪袋ちゃんに頼らなくてもこのまんまこうやって打ってればなんかいけそうな気がするんだよな。ちょっと最悪、ちょっと拠点のところには、あれ、行かないようにしなきゃいけないから。あ、待った。これ。無理か。待った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 、フクロウちゃん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 、あー、しくしょ、水に入っちゃったか。くそ。こっち来い、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 こっち来い。届かねえ。ついに巡り巡って俺の拠点の目の前に来たぞ。これなあ、どうしよう。あでも、いや本来だったらすげえ神環境なのにね。普通に打ち込んで寝たらもうそのままテイムやって、であれテイム成功ってなって、あの拠点のイケスで、はい、あのよろしくねってなるはずなのに、これ大変だな。あ、ダメか、抜けちゃうか。てかどの道あれか、恐竜門じゃちょっとあれか、高さ足りねえのか。いやちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待った、俺行けない。あ、いや、まあ、どのポジション、もうどのポジでもいいわ。ちょとりあえず長方形になる、長方形に。これさ、なんかうまいこと入ったりしない？いやー、ちょっと離れちゃうな、くっそ。ってなんだその紙。紙ポジ。いや、これ絶対入ってねえな。絶対入ってねえけど、ちょっと待った。これで一回スタックした可能性を考慮して、ワンチャンこれでもう一回か、あの、一回これでちょっとスタックした可能性を考慮しましょう。で、これ壊すと。今立てたばっかりだけど。なんかもう一度入ってね、あいつ。来た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 。そう、これ。どうよ、これ。これだったら出れねえべ。あ、まちょっとこっち側からまた出れそうな気がするけど。いやいや、ちょっと待った。あそこでのんびりしてくれてるんだったら、あそこでのんびりしてくれてるんだったらまだチャンスはあるぞ。あー、ちくしょう、無駄にスナップするのがすげえ今回は嫌な感じになってるな。オッケー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 。え、で、あ、門がねえ、くそ。え、門、あと何が足りない、何が足りない、もう。最悪やん、出ちゃってるわ。くっそー、せっかくいい感じだったのに。マジかよー。なんであのタイミングで落っこちる？勘弁してくれよ、もうほんと。俺もう2時間こいつ1匹に追いかけてんだぞ、俺。2時間、3時間。眠らせられねえで。勘弁してくれよ、ほんと。今深夜の2時半だぞ、これ。ちょっと待って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 。あ、また一応無抵抗にしとこう。危ない。やばいやばいやばい、喋れねえ喋れねえ喋れねえ、怖え。
今俺は自分の水槽が怖い。自分の水槽がクソ怖い。いや、それはないって、ちょっと出ちゃってくんね、それ。ちょっと待って。すっごいもう、不格好。あ。ダメだ。これはへっこらダメ。下に隙間が空いてる。抜けちゃったー。いや。まだチャンスあるのか。これでスタックしない？うわあ、スキューバーがねえ。嘘だろ。マジか。あー、そっか、さっき取ってきたスキューバー、あー、そっか、素材とか取ってきたのも全部なかったことになってんのか。ちくしょう、ふざけんなよ本当は。え、なんで拾えないの。拾えた。また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 、もういい、あれ、くっそ、またこれがもう最後のチャンスと断じてる。いやー、ダメかー、ちくしょう。さっきこっから3つ持ってったろ俺。あ、でもなんか体力随分回復したな。え、これいけるか。いや、でもこれなんか抜けそうだな、普通に。普通に抜けそう。てかもう高さ足りてねえし、そもそも、そもそも高さが足りてねえっていう。ちょっとうまいことそのまま引っかかっててくれねえか。ああ、もうちょいもうちょいもうちょい、いけるかいけるかいけるか、これうー、あと一発。どうだ、なんだこの刻みながらのやつ。あ、オッケーオッケー、なんかうまいこと引っかかった、変なところに引っかかった。ちょっと見れない見れない見れない。あと一発、あと一発、大丈夫。よし、寝た。よっしゃー、やったな。これ寝てるよね。よかったー、やっとだー。やっと寝たー。うわー、やっと寝たー。はい、映像がまたちょっとバグりまして、まあ、テイムした瞬間が撮れてませんでしたー。くっそー。まあもういいや、とりあえず無事テイムはできました。はい、キブルもね、ちゃんと食べてね、はい、無事テイムですね。一応テイム効果も 100% でなんとかなりましたわ。で、ステータスに関してはこんな感じ。やっぱ体力低いね。2000いくつしかねえわ。サドルもまあ、あ、まあ、アクアリアインプラント作ればなんとかなるけど、まあ、サドルは今んとこないと。で、近接攻撃力は300で、スタミナが3800もあると。結構でかいよね。3800あるんだよ、スタミナ。で、ちょっと移動速度、まあ、見ていこうか。移動速度は速いね、すごく。うん。あ、まあ、別に、あれか、門から出る人はねえわ。このまますって抜けられるから。移動速度はかなり早め。ほら、結構早いでしょ。まあ、やっぱり野生でテイムするときからね、分かってたけど、かなり移動速度は早いね。で、捕まってるところ面白いんだけど、これ見てこれ。これ、目って言っていいのかな、目。これ、目のところを掴んでるみたいな感じになってんだよね。なんか、描写的に。ちょっと面白いよね。あ、で、ちなみになんだけど、俺、アノマルカリス、これ、カラーリングさ、お、イベカラじゃねっていう風に思ったんだけど、なんか、どうやらアノマルカリスは、このカラーリングしかいないらしい。うん。なんかね、こう、ちょうどの、残ってたイベカラっぽいカラーリングはしてるんだけど、なんかアノマロカリスはこのカラーリングで統一らしいです。はい、このモッドのアノマロカリスは。面白いよね。カラーリングが統一されてるなんてなかなかないのに。で、攻撃に関しては、まあ、まず、普通に、これ。なんかまあ、わかるかな、これ。なんで言えんの、これ。なんか、こう、噛みついてんのか殴ってんのかわかんないけど、まあ、一応こんな感じで殴ってる感じかな。で、もう一つ、ほい。わかるかなこれ。これが通常攻撃。で、これが、ちょ、クールタイムがある。これが大攻撃。はい。なんかね、パンチ、まあ、パンチだか頭突きだかわかんないけど、パンチだか頭突きだか、これ2種類あって、まあ、強攻撃と通常攻撃の2つがあるっぽい。うん。
だから この強攻撃、この水の波紋が出せるやつは、まあなんか石建築をダメージ与えられたっぽいね。うん。いやー、海の生物で石建築でダメージ与えられるってなかなか貴重じゃない？思ったんだけど。そうでもないかな。で、ちょっと面白いのが、あのアノマルカリス重量軽減あるっぽいです。いや、調べてきました。重量軽減があるっぽくて、なんかね、真珠の真珠と黒真珠を重量軽減してくれるらしい。ちなみに真珠は取ってくれるのかな？よっこいしょと。おー、取って、え？は？は？え？すごっ！え、500？え、ちょっと待って、え？めっちゃ取ってくれるやん、真珠。あ、待って、これ石油とかももしかして取れたりするのかな、これ。石油とか。石油とかもさ、もしかしてこのなんかあの、アーンパンチで取れたりする、これ。あ、取れるわ。あ、取れるわ。あ、ただまあ、あれか、石油は重いのね。はい。え、ちょっと待って、え、待って、え？真珠？重量ゼロになってんだけど。え？真珠って100個、100個の束で重量2なんだよね。で、これを、え、嘘、真珠無限に持てんの、こいつ。あ、ちなみに通常攻撃でさっき500取れたけど、大攻撃だとどうだろう。えいや。あ、大攻撃だと取れないわ。通常攻撃でのみ取れることが可能っぽいね。たぶん、え、ちょっと待って、やばっ！は？え、やばっ！もう真珠1500以上集まってんだけど。え、やばい。え、こんな有能な能力持ってんの？しかもの、あれじゃん。石油も取ってくれるしね、これ。ちなみに通常パンチで石油は取れるのかな？あ、わかった。石油とか、こういう石タイプのものを壊すときは、この水の波紋の強攻撃で、真珠とかを取るときはこれだ。通常攻撃で取るんだ。へぇー、なるほどね。ちょっと水晶とかも取りに行ってみたい感はあるんだけど、さすがに怖いか。しかしまあ、ダンクローステースのなんか、ちょっと代わりになりそうな気がしないでもないな。あ、てかあれじゃん。アーケロン連れてくればいいじゃん。アーケロン連れてくればさ、アーケロンに荷物持たせて、で、あれ、アノマロカリスで、で、あの、採取するっていう、あれできんじゃん。しかも、ダンクローステースに比べて、はるかに移動性能はいいぜ。この、あれ、アノマロカリス。重量軽減ないのがきついけど。いやー、え、よくね？結構よくないそれ。モッド生物同士のちょっと混合で、まあ、なんか若干ちょっとチート臭くはなるかもしんないけど、え、なかなかよくねそれ。ちなみになんだけど、メガロ、あれ、これさ、あ、25レベルか。これ、両手で掴んでるせいか、使えないね、双眼鏡とか。外せないわ。ちょっとメガロドンとやり合ってみる？え？ちょ、今すげえ変な声出た。え、嘘！うわっ、マジ？メガロドンが襲いかかってこねえ。ほら。え、何それ。え、メガロドンが襲いかかってこないぞ。うわ、初めて見た、野生のメガロドンが襲いかかってこないなんて。マジか。ちょっと今ちょっと調べてみたんだけどさ、他の生物に襲われないなんていうことは書いてないね。あの、実はね、このアクアリアモッド一応調べてある、なんかその情報版みたいなのがあって、まあ軽いウィキだね、軽いウィキみたいなものが一応あって、まあそこをちょっとちらっと情報を見てみたんだけど、襲われないとは書いてないんだよね。その代わりもう一つちょっと面白い情報があった。クラゲの毒無効だって。はい、あのクラゲに対して特効がある。いや、特効はないかもしんないけど、クラゲに耐性があるらしい。またクラゲキラーだよこいつ。いやー、すごいな。どんだけクラゲが大嫌いなんだろうね、モッド制作者さんって。なんか俺が今までさ、あの入れてきたさ、あのモッドのさ動画さ、大体さ、みんなクラゲに対して耐性を持たせるよね。どんだけ大嫌いなんだみんな。おお、スルーしてる。すごっ。あ、クラゲいた。ね、本当に大丈夫クラゲ。本当に大丈夫か。ちなみに、クラゲは襲いかかってくる？クラゲは来てるのか？大丈夫本当に。あ、すげえ、クラゲも大丈夫だ。ほら。クラゲも大丈夫だわ。よいしょ。あ、水晶も取ってくれるね。ただまあ、取ってくれる量はそんなでもないね。取ってくれる量はまあ、普通ぐらいか。アンキロドとダンクルと同じくらいかな、一応。バフ、最初になんか倍率かかるわけではなさそうだな。まあ、でも強いね。いや、この性能でさ、マジで、アーケロンとかのさ、その重量、運搬役連れてくるやつさ、完璧だろ、これ。やばっ。めちゃめちゃ強えやん、こいつ。だって、しかもメガロドン避けてくれるしね。めっちゃ強えやん、こいつ。嘘だろ。こんなポテンシャル秘めてるやつだったの？これは黄色キベルも納得ですわ。
さて、一回ちょっと帰ってきたんだけど、黒診療どのぐらい軽減してくれるのかね。はい。はぁ400、あ、あの、黒真珠。アークの素材の中でも屈指の重さです。はい。200個ね。200個で400の重さです。はい、これ。は？いや、強すぎんだろ、この重量軽減。ま、黒真珠をそんなにガッツリ採取するってなると、ま、チソテルティス殺さなきゃいけなくなるけど。はぁ、マジか。マジか。やば。100分の1になるの？半分とかじゃねえの。はい、というわけで今回はアノマロカリスのね、テイム無事成功しましたよってことで、あと、やばいな、こいつ のポテンシャル。能力が強すぎる。まあ、基本的に採取限定になるだろうけども、真珠がめっちゃ取れる。で、真珠の重量 0% にして、で、黒真珠はあれでしょ？もう、100分の1で4にしかならないじゃん。で、石油も取れるし、水晶も取れる。で、移動速度も速いから、あれ、さっと行ってさっと帰ってこれるじゃん。で、スタミナ？スタミナ3840って、さっきはスタミナ減ってなくね？これ走ってんだよ、これ。これ走ってこれ、走ってんのにスタミナ減ってなくね？こいつ。え、スタミナなしでいけんの？これ。まさか。いや、強すぎるだろ、お前。カンブリア紀ガチ勢かよ。やば。カンブリア紀ガチ勢か。いやー、なんか、なんだろう。どうせ、なんか、趣味枠だろうな、なんて思ったら、こいつかなり実用的なんだけど。いや、すごいね。なんかすごかったね、本当に。なんか思ったより実用的すぎてやばいわ。まあいや、じゃあ、ちょっと今回からこいつ使っていこうか、ガンガン。これで海の中の水晶取れるぞ。ダンクローステースいらなくなったわ。まあちょっとテイムするけどね、ダンクルもテイムしたことないから。よし、じゃあ今回はここまでにいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。では、これからこいつよろしくお願いします。なんか、多分生放送かなんかで大活躍すると思うんで。というわけで、さよなら。